日本関東地方神奈川県川崎市川崎区。港町港町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示が実施されているが、町名は設けられていない。面積は249,508.4平方メートル。郵便番号は2100807。川崎区の北西部に位置し、北は多摩川に臨む。北東は鈴木町。 南は国道409号を挟み大正駅前2丁目、伊勢町、旭町2丁目、富士見、西は旭町1丁目に接する。町の北部を東西に京急大市線が走り、西部に港町駅が設けられている。駅の北側には東京電力久根崎変電所と日本コロンビア川崎事業所があったが、その跡地は超高層マンション、リバリエとなっている。 ミソラヒバリの楽曲、港町13番地はこの地をイメージしているとされ、2012年には港町駅に記念碑が建てられた。昭和初期に多摩川から川崎市を横断する運河の計画が建てられた。運河建設は中止になったが、川崎加工水門がその名残を留める。水門の西側には、味の素川崎事業所の施設の一部が位置する。町の南部には、 東芝交換の本社、工場があったが、現在は、伊東洋華堂川崎店や山田電機、家具の大聖堂からなる、港町プラザとなっている。町の生誕から、鈴木町南部、大市駅前2丁目にかけては、メルシャン川崎工場があったが2003年に閉鎖され、跡地の内港町にかかる部分は、マンションとなっている。1909年4月、 日米蓄音機製造が当地で創業を開始。同年5月には国産第1号のレコードを製造した。1937年に川崎市堀の内、久根崎、小トロ、砂子、大師河原の新宿、中島、八万塚の一部から設立された。1972年には朝日町一丁目の一部を編入した。久根崎は、 六号の私の船着き場として発展し、漁師の基地でもあったことから、港と称され、町名はこれにちなむと考えられている。日本コロンビアの屋上には1931年にネオンサインが設けられ、東海道線などで東京方面から帰宅する川崎市民に親しまれた。1999年に新装されたが、2002年には、 川崎工場の分社化により撤去された。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。